お菓子を作ったり食べたりすることが好きで、マルト製菓のお菓子を食べた時に感動して、この会社で働きたいと思って就職しました。働く年齢層も広く、海外出身の方もたくさんいるので、すごく明るくて楽しい会社です。会社説明会に来た際に、社員の和気あいあいとした雰囲気が伝わってきたからです。ご年配のお客様から電話でご注文いただいた時に、なかなか買い物に行けないから宅配をしてくれて、すごい助かる、ありがとうって言われたのがすごく印象的に残っています。一番やりがい感じることは、お客さんとかスーパーのバイヤーさんにありがとうと言われることが一番やりがいを感じます。やっぱり本当に働きやすい、自分の思いが実現しやすい、そこが一番ですかね。海外との仕事なんですが、10カ国行きました。商談して最後契約しまして、商品がその現地で並びましたのことがやりがい感じました。アフリカ、南米など、今弊社の商品が並んでない地域でもっと販売したいと思います。歴史が70年、ある会社なんで、どこか懐かしいようなところもあるんですけども、安全管理は非常にしっかりした、そういう昔と今の融合されたハイブリッド企業ということでございます。1年目には社外研修ということで、アナウンサーを講師に招いた研修なども受けてもらうこともあるんですけども、やはり、実践で覚えるということが多くなると思います。最初のうちは先輩社員と同行して教えてもらうようにはなっておりますけれども、1年目でも一人で営業に出てですね、お客様から学ぶ、商品の売り場から学ぶといった実践形式が主になります。広島県は水害に見舞われまして、もう目を疑うような状況で、いつもの光景じゃない工場が広がってるわけですね。集まれる人集まってくださいと声をかけた時に、たくさんの方が来ていただいたんですね。20日後には工場を稼働するぐらいまで水害から立ち直ることができたんですね。でその時にやはり社員さん全員来てくれた方、それから取引先の企業の方、その人たちの人とのこうつながりというんですか、これはこの会社を辞めるわけにはいかない、第一線で考えないといけないなっていう気持ちで奮い立たせてくれたような経験ですね。お菓子の力、お菓子っていうのは食べる人にとっては自然と笑顔があふれるような、そういったようなお菓子をですね、私ども作って世界中に届けたいなっていうふうに思って。